これひどいって。これ。全員めっちゃ高いんですよね。3000ぐらいしますよ。あいつやばい。いけますね。やった。はい、2発連続200円で2つ。見てください。待って、待ったのにね、マジかね。あ、いやマジかよ。来たやろ、さすがに。はい。こっちが難しいんですよね。次もお願いします。いや、簡単なんですよね。押してきた。問題は右側。右でいけたやん、一発で。遅すぎた。これは来た。はい。これ通るんじゃない？これ左側さ、あの谷落としになってないじゃないですか。絶対無理やん、これ。通りそうなんですけどね。
これよし。最悪やん。回せ。OK。OK。はい、谷歩きしていきます。限界まで寄せたりはできないんですけど、パワーが強すぎるんで。来たかー。あー、惜しい、ってあるやん、これ。横浜でもう一気に上げてしまうから。あー、惜しい、これ弾けるかな。いや、やばい。はい。この設定は爪が伸びてるからあれやから、パワーが強かったら大丈夫。OK、で次で終わりたい。
はい。よし、限界まで引っ張りました。さあ、2の。はい、300円。これは？ゲルマン肩編みのキアを。はい。クルトはワンピース系喜ぶと思うんでワンピース系いくか。じゃあ斜め BC、 これがやっぱあれっすね。あっと奇跡が起こらんとこれは通らんの。買えるような奥行くこれ300円。一瞬でビギア取れるから。よし。行ってくれ。はい。よし。
はい。これで終了。28個目。きゃ。ああ。いやあ、それはやった。あ、いった。はい、やべ。どうしたんですか。これでもいいじゃないですか。これまた奥にさえ乗ればいけるんじゃないかなと。東京ヒメンジャーズのフィギュア行きます。よし、きた。やばい、ちょっとカクってなった。重すぎる。重っ。まあまあ、これで。やばかったね、こっち一瞬一瞬。これできるやん。クソみたいな出るからすごい。続いてこちら、ダースベイダー。これを500円未満で取りたいんですよ。来たやろ、これはもう奥にないか落ちるやろ。これはゲットやろ。
あ、いける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 。なにこれ、なんて取れへん。おっとこれは、なんか取ってんねんけど横でスターフォース。ミスった、はめる方完全にミスってるわ。なんか落ちてるって。よし、とてもアイスグラスできへんかな。よし、ミスった、寄せる方逆やった。できたけど埋まってしまった。500円ペースで取らなあかんねん。こいつ500円取れたけど、ご飯が1500円ぐらい買ったね。リス2つを2000円で取りました。やばい、死んだ。おしろ、やったそれ。こっちから先に。よし。じゃあブラックジャックいきます。これ津山で僕のブースに入ってるらしいです。じゃあその景品が使ってもそうです。ここはここはあるけど、たまには剣山もやりましょう。
その時には鶴くんに押し付けれると考えたらね、全然ありなんじゃないですかね。バレた。これを押し付けることにしたんですよ。制限ないやん。これで20個稼いでいい。今までの全て俺のやつにして、ギウ20個とヒロアカフィギュア交換しようぜ。なんか押したら手前に出てくんねんけど。20個目なんですよ。カウントしてなくて。あ、まあいいよ。持って予定かな。あ、で。うまくいったらネギのサプライズを買って。あ、よかった。そんでクロス。そうです。これを繰り返す。一回沈ませる感じ。どういうこと？これで沈むねんな。これよ。これを繰り返していけば。だからギリギリ押しが効くぐらいところから止めかけに入りたいんよ。俺はもう。見て。おお、うまい。天才よ。プロ、プロ、プロ。狙ったんすよ。明日は行きますわ。やばい。明日行くんで。ちょうど1000円ぐらいじゃん。はい。これは私はこれヒロアカと交換する19個目か20個目。ありがとうございます。ガチで覚えてなくて20個あるか分かんないんですけど、ちょっと数えていきます。20個なかった場合はゲーセンに突入します。19個ですね。1個足らんの。そう、1個足りないですね。というわけでエクストラ1個突入します。君が最後の景品となり得るのかな。フルアシスト。フルアシスト。いや、弱い。これはやばい。なんか今日はいつもと違ってなんかバラエティ感がありますけど、皆さん気にしないでください。落ちろ。危ないし、引っかからんし。待てない。ギリギリや。
両腕も結構絞ってますね。あげろ。OK。当てて手前持って奥に倒して投げたんですよ。うわー。やり方をね。やり方をミスった。あ、やっ、やっ。来たじゃないですか。いいっすね、やっぱり僕逆なんで、僕逆なんでちょっとまずいっすよ。うんすね、オンプレでありたくないやつが進んでくれ。逆させる。あ、でもいけますよ。角、角持て。よし、角持った。開けろ。あ、やばい、やっちゃった。はい、おめでとうございます。いいなあ。角持って。あ、やばい。マジかよ。ました、この安定のやり方で。あ、待って、これだけで追っていきます。これで4手で終わらせていきましょう。あ、テニス引退、はい、引退。死んでるやん。稼ぎに行った。
やばいなぁ。あ、こっちは。え？やっぱり。見て見て。楽しそうだな。色が。持ってるやん。こっちの方が早くついたの。この家。始まりました。払います。うん、平行移動する気持ちで。オッケー、これで。オッケーオッケーオッケー。あ、大丈夫でしたね。角もつかみましたね。ただやめていきます。最悪 BC でいい。お、まあ悪くはないか。まだ右の奥が浮いちゃう。浮かんと落ちろ。ペースではあるよね。このままスライドします。右で払います。OK。 どうしようかな。この辺行きますか。
その辺の電王とか行こうぜ。ギリギリ押せましたね。よし、戻ってない、OK。一回これで傾けて、戻って、こっからですね。いやー、いかんなー。なんやこれ。いかんのか。いやー、決めたかったっすけどね。違う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 、カノカリコーナー来ました。ギリギリ立ち上がれ。うわやば。はい、移動します。落ちました。どれがいいかな。このレブとか行く。この前見たやりたい技があるんですよ。この技角来た。角を払う。おっしゃ、見て200円はでかいね。さあ、ここのね、5度目コーナー1手目で立てます。立て、よし。おっと、回らん。回れ。ちょっとずつ回ってるけど、正味多分これでいいんですよ。引退できた狙い方しなくてもね。はい、四つ葉のフィギュアなんですが、よく見たら奥が飛び出てるんで、ちょっと回らない。回ってるけ、回れ。回らんの時間かかるな。はい、続いて呪術廻戦いきます。もうどうせパワー最強なんですよね。やばい、強すぎますね。押して決める。あー、やばい、さすがに無理でした。 OK、 来ました。
え？これでまず立たせます。右下を押します。よっしゃ、残ったか。残ったね。押しで。よし、OK。3手かな。こちらがつるくんに頼まれていたサボですね。サボの箱ってこんなに大きいんですね。やばいやばいやばい。耐えてますね。誰やつやん。やばい、刺さってる。おい、いらんいらんいらん。サンタクロースみたいなハンコ、紫と赤があります。両方赤なんで片方ちょっと紫に変えてもらいましょう。する。うわー、綺麗にいったんじゃないですかね。はい、続いてサンタクロースみたいな方。最短でいけばここからあの一手もあり得る。よし、やった。角角、やばい、やった。それはミス。あ、いったいったいった。というわけで今こんだけ取ってるんですけども、結構取ったよね。まあ16個なんで、まあ、あと4つぐらいで20個にはなるんですけど、つるくんが取ってる量は頭おかしいですね。この辺取ってないんで、この辺も取っていきますかね。だんだんこの取り方が分かってきたよ。めっちゃ下がるね、これ。全部あの押し回して取れるんですよ。それはいらない。え？はい、じゃあこれが17個目かな。じゃあもう今昼休憩終わって、やばい、まだダメっすね。はい、このね、白赤を頼まれてたんですよ。こいつこいつパワーが強すぎたんで、右が干渉しないように。グイーンって、オッケー。これを3つゲットできるのいいよね。個人的な3つゲットしたいぐらいですね。はい、最高。
次でラストなんですけど、どうしよっかな。鶴くんからの最後のお願い。20個目は炭治郎になりました。え、炭治郎はもう見てぐらい取っとかなあかんねん。はい、400円かな。とりあえずまずは当てはめよう。場合によってはこっから一発で落ちるから。このメイク地味にかは重心変やって気する。でやるしかないと思う。ボックス寄せてもう一気に飛び出した。最高。次これ、次これですか。隣ですね。鶴くんも横取ったんですけど、次隣です。こっち側からで、はい、いや、慌てですね。ギリギリ、まあ、ギリギリやスライド。うますぎ。これ長野からね、関西まで送るってなると、ああいう大きいフィギュア取ってるとキリがないから。そう、こう小さいフィギュアを取って稼がない。どこ狙えばいいかもわからんわ、これ。いや、あ、来た。なんでー。まず1個、はい、あと全員使うよみたいな気づかなかったね。あの使わないんだよ。あ、まあ、はい、これですか。行く行こうぜ。おお、なんだこれは。おお、いら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 。一気に投げろ。確か実力機なんすよ。確か。いや、ただめっちゃシビアやった気がするんですよ。取りにくい。ちゃ一発です。これですか。俺も思った。いや、
300円。それでも好きな三四郎でいいよ。俺行くか。撮影しやすいのはここかな。これ柱場はねめちゃくちゃ広いので、ただこれなんかこの炭治郎って顔がめっちゃシャープすぎるみたいな、顎がすごくだから炭治郎じゃないみたいな感じのことをよく聞きますけどもね。おっしゃー、最悪や、めっちゃ簡単やっ。じゃあどれがいい、このゼリーとかほらおすすめです。これは俺が個人的に欲しい。待って、これ素晴らしい。これはい、これ DC 無理か、さすがに無理か。絶対ダサいよ。いいね。投げろ。大丈夫。抜け。これはいった。どのプライズフィギュアよりも重い。DC 無理なんか、絶対無理なんか。ああ負けしてたな、さっきの。これも一回最初は立てて。おお抜けんな。あー落ちてから入ったから、まあまあまたいだらどうなる。最高。これかぶしひろひろネスコ、わかった、すぐ終わらせるわ。うまく押しなんぼか忘れちゃったよ。何考えてんねんこれ。人気やからやろな。プロと勝負になりました。なんか定着してきたけどさ、プロどうか。これを3つまで。最悪や。
や、やばい、左手でケチ入ってる。無理やり引っ張ることにしました。読み取ってこれ。ここからはかぶっちゃうけど行きましょう。取り方は一緒。このままね、同じ肉でロケとか埋めてもらうんじゃないか。そう、ほぼフィギュア取り尽くしたんで、明日神経員が入るんで、それと合わせ、よし、